どうも、こちらめみやです。今日もスワップの解説やっていこうと思います。では、見ていきましょうか。さあ、まずはどちらからスタートするか。ぷよスタートですね。ぷよからスタートして、これは、俺は先寄りの新 GTR かな。相手は、サブマリンですね。先寄りのサブマリン。連サビ赤入れて、さあ、連結の入れ打った。相手、緑ハッカーかな、緑ハッカー。どっち何するのよ。赤が飛んでるのを見て、しっかり赤で相手単発で消しましたね。さあ、それに対して俺はハッカーしている。相手は緑のハッカー確保。ネクストに緑を引いているので、緑から本線をハッカーできる。さあ、しかも、スモもかなり噛み合って、相手、結構、こう掘れてますね。これは量が相当減ったんで大丈夫か俺。赤玉3つと、12個、それに対してテトリスのコンボ付きのちゃんと後ろにコンボがついてるんで強いですね。これは月と赤玉か、大丈夫かこれ。これはぷよ側で返せる量ではないので、どう頑張っても返せる量ではないので、しっかり延命してテトリスでなんとかするしかないですね。しかしここまで減らせた。ここまで減らせれば一応耐えれる量ではある。耐えたけど、ちょっとこれプヨ量でだいぶ不利なんで結構厳しいですね。しかもちょっと無理やりトリプル組もうとしてテトリスの地形がちょっと汚くなった。さあ、コンボで単発飛んできて。これ青ハッカー。相手も青ハッカー。さあ、発火してくる。さあ、紫で発火したが、これ赤入れんの忘れてますね。てか、入れたつもりだったのかな。赤が入っていない。赤が入っていないが、テトリスでギリギリ耐え切れる。コンボ付きのテトリスの火力で耐え切った。さあ、これ耐え切れたら、逆にもうプヨの量で、こちらがめちゃくちゃ有利なんで、テトリスのコンボ付きで即発火で、これめちゃくちゃ有利ですね。ほぼほぼ勝ち確かな？相手一応粘ってるけど、まあ、連もそんなにないので、連が積み込まれてたら強いけど。さあ、しっかりダメ押しするかのように連鎖組んで。これはちゃんと入ってますね、一応。さあ、緑までの7連で、ここでフィン。このフィンはいいフィン。かなり火力効率のいいフィンですね。ドネイトでフィンをしてからテトリスを。ティーフィンフィンはやっぱりああいう感じにね、効率よく、うまい感じに作りたいですよね。無理やり作っても単に地形が悪くなるだけなので、ああいう火力を送りたい時にしっかり活用していくと。これは先寄りの GTR。相手は通りの GTR かと思いきや、ちょっと変形させてますね、形を。さ、これは、緑ハッカー。連サビの緑紫入れたかったけど、これは発火重視にしたのかな。さあ、発火して。しかし、これはどうだ？連鎖数は、相手の方が1連鎖大きいかな。こちらは9連鎖に対して相手は10連鎖なんで。1連鎖大きいが、まあ1連鎖の差ならそんなに致命傷にはなんないので、まあ問題ないですね。さあ、しっかりテトリス仕込み。こっちは、BTB の火力がついてるんで、こっちの方がでかいですね。さらにコンボつけて、3段弱振りました。相手は BTB なしの T スピンダブルだったんで。さあ、単発打って、もう一回単発打つ。さあ、2連打ったが、この2連はどうなんだ？置きミスなのか、それとも意図的にやったのか、ちょっとわかんないですけど。
さあ、コンボの、コンボ付きの攻撃を送るけど、これ、完全に相手に耐え切られてるんだよね。付与の量で、だいぶ不利になってる。テトリスで耐え切られると、やっぱりそのプヨのね、残りの量っていうのが結構勝敗に左右されてくるんだね。さあ、コンボ付きの4連鎖。さあ、俺は、3連鎖。これミスってますね。おそらくこれ5連打ったつもりだったんだろうけど、使っている。これは完全にミスりましたね。さあ、どうだ？相手、不要が発火してますね。耐え切れるか、この量。6連、きつそうだな。さあ、24ラインは厳しいか？しかし、これ、いい掘り見つけたけど、ちょっときついですね。さすがに量が多すぎる。まあ、掘り的には、なかなかいい掘りだったと思うけど、ちょっと惜しかったですね。やはりあの、ぷよ側のあの、5連打ったつもりが、ちょっと3連で止まってたっていうのが、敗因ですね。ぷよ側のミスしてしまったのが、致命傷になってしまった。さあ、これは、お互い先寄り GTR。ちょっと形は違うけど、先寄り GTR ですね、どっちも。紫発火で、俺は発火した。相手はネクストの黄色発火です。黄色の発火確保。さあ、パフェ取って、コンボパフェは結構強いんですよ。連鎖日の黄色までの11連鎖。さあ、これはどうだ？しっかり、先打ちなんで連組んでますね。さあ、連を割と組み切ったけど、相手がコンボの連鎖で、9連。コンボ付きの9連鎖。さあ、星と赤玉2つ。この量なら、連で返しきれるとは思うが、どうでしょうかね。さあ、4連から、コンボ連。8連、9連、10連、11連、12連、13連、14連、15連、16連まで強い。さあ、決まっていく。やはり連強いですね。先打ちした、相手を実質テトリス行動不能にできるので、まあ、連を上部まで積み込めるっていうのがでかい。最大限まで積み込めるので、まあでも後打ちは後打ちでコンボ付きの大連鎖を打てるので、まあ連鎖数が大きければ全然まだまだわかんないんですけどね。例えば13連鎖のコンボ付きの連鎖ってなると、尋常じゃない火力になるので。まあ一概に、先打ちが有利とか後打ちが有利とかは、わからないんですけどね。その状況にもよる。さあ、これはどうだ？ちょっと青が入れられない形になったぞ。よく見て。さあ、相手打ってきた。それ見て打ってきたのか、打ってきましたね。ちょっと、1列目に青が、置けないが、置けなくて3連鎖で止まってるが、テトリスで耐え切れましたね。うお、これ穴がすごい。これチート使ってんじゃねえのかっていうぐらいの穴してますね。凄まじい穴をしている。さあ、Tスピンダブルからテトリスの仕込み。しかしこれ、結局、青を繋がってたとしても、黄色が使ってましたね、3列目の。さあ、これはテトリス仕込んで、コンボの3列、3ダブで決めていくと。あ、今の穴はちょっとやばかったですね。さすがにあれは、申し訳なさあるけど、まあ、そういうのもね、まあ、やはり収束すると思っているので、まあ、運が良かったっていうので片付けるんではなくて、まあ、それをしっかり活かせたっていう、ね、ポジティブ思考にした方がいいですね。
はい、まあじゃあこんな感じで、まあ今日もお疲れ様でした。もしよろしければね、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。